世界で一番短い聖書のお話の時間となりました。今日は朝早く函館に行き、そこから札幌に移動してきたんですが、その自動車の中で、風の響きの曲の選定作業をしておりました。選定するのは私だけではなくて、何人かの委員がいて、そして投票してそれで決まるんですが、もう夏の一つの風物詩になってしまっています。また一つ驚くのは、年々良い曲ができているということに特別な主の祝福を見ます。さて、今日の聖書の箇所は使徒の働きの10章の19節。見なさい、3人の人があなたを訪ねてきています。さあ下に降りて行って、ためらわずに彼らと一緒に行きなさい。彼らを使わしたのは私です。この御言葉です。皆さんにデボーションのことを語っています。デボーションは素晴らしい主からの恵みであります。またデボーションを通して主と深い交わりを持つことだけではなくて、デボーションにおいていろいろなことを語りかけられるということを皆さんに言いました。非常に印象的なことがこの言葉を通して何度かあったんですね。それはある時、私たちはチェコに選挙に行ったんですね。そしてチェコに選挙に行った時に、私たちのチェコの選挙をしていた姉妹と会うことになりました。その姉妹はいろいろな誤解を受けて、その7年前に私たちのグループから出て行かれ、そして牧工所になっていた方だったんですね。しかし不思議な形で会うことになりました。そして私たちのホテルに訪ねてきたんですが、なんと彼女は旦那さんと娘さんと3人でやってこられたんです。私たちは朝その御言葉が示されていましたから驚きました。そしてお話の中で誤解が解け、そしてですね、協力してやるということになったんですね。で、私たちは恐れずに行きなさいと言葉を受けていたので、確信を持って自信を持って彼女と共に再び働きを始めるということをし始めたんですね。そのうち彼女は大きく持ち上げました。このプラハの教会の働きだけではなく、いろいろなグループとの関わりを開き、また彼女を通して、ロシア系ユダヤ人との関わりが開かれ、またウクライナとかスロバキアとかチェコの教会が開かれ、また同時に彼女を通して予言の本の、チェコ語版ができたりし、働きが大きく進んでいたんです。驚きました。まさに主が語られたことは真実であり、そして私たちが思う以上の神様の技が起こりました。デボーションにおける主の恵みは大きいものです。どうぞ皆さん、デボーションを熱心に持っていただきたいと思います。皆さんもいろいろな体験と主の恵みをその中で見るでしょう。どうもありがとうございました。